こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。 Amazon に提出する銀行の取引明細、オーストラリア Amazon の登録をするとこの書類を出すんですけど、なんと衝撃の事実が判明しました。アメリカ Amazon では OK の英訳した銀行の残高証明が NG、 認められないです。さあ何を出しましょうってとこですね。銀行の口座番号と金額らを隠してしますと、書式が銀行によってまちまちです。で、日本語も対応稼働のはずが未対応になっている。銀行の残高証明に取引明細を加えて、出してもらうことは可能かどうか。まあ、多分銀行っていうのはね、あんまり融通きかないとこなんで、残高証明に取引明細は入れないでしょうし、取引明細の英訳には住所が入ってないところがほとんどのはずです。ゆうちょ銀行の英文残高証明では NG と、三井住友の英語残高証明書サービスも NG、どっか取引明細を入れて発行してくれるところがあるのかどうかってことですよね。このような場合、アメゾンらしいというか海外ならよくあるケースに遭遇しますというのがね、まさに今回オーストラリアアマゾンの登録で出てきました、なんでアメリカも日本も OK の書類がダメなのか。ただ文句言っても始まらないですね。オーストラリアアマゾンが要求する書類を提出して審査を通さなきゃいけないと。で、実際、それ通るんだっていうのをね、用意して、通った例があります、だったらこれも通るかなっていうのでダメだった例もあります。こういう事例をね、増やしていって、サポートを受けてる会員さんはね、スムーズに審査を通すことができると。で、そんな中、サポートは受けてないんですけど、YouTube のね、視聴者の方から質問いただきました。私、XYZ 株式会社の正直太郎と申しますと。もちろん仮名です。書類を通んなかったと。みずほの書類通んなかった。どうすればいいんだかショックですってことなんですけど、ショックでしょうね。何を出したらいいんだか分かんないと思います。で、それに対する回答です。まず、ペイオニアからの返答待ちで、Amazon の受取口座の登録ができていないのが、それが原因でしょうかと。これは関係ないです。受取口座の登録は済ませていなくても、書類審査は通します。通ってます。でね、サポートを受けてないんですけど、厚かましくご連絡させていただきましたと。もし可能であれば、審査が通るかどうか教えていただきたいです。お返事よろしくお願いしますということなんですけど、これに対する回答は、サポートを受けていないメルマガ読者や YouTube 視聴者にアドバイス可能なのは、こういう書類を用意しますが通りますかと具体的に質問していただいた場合のみ回答可能です。私がテストしていない書類で審査が通ることが分かれば、お金を払っているサポート会員のための役立つからです。具体的提案なしのどうすれば Amazon 書類審査が通るか、これはサポート会員だけに教えます。なぜなら無料で教えてライバルを増やしてもサポート会員にメリットがないためです、こういう事例をどうやって通すかのためにね、サポート会員さんにこれを出してみてくださいとか、提案してやってもらったり、今回このオーストラリアアマゾンの抽選メールを当たった人を、10名、ほぼ実質無料でサポートしてノウハウなんかを積み上げてます。それを無料で教えてね、ライバルを増やしても、全然そのサポート会員にもモニターになった人にもメリットがないんで、残念ながら教えられないと。でちょうど今ね、サポート会員を募集してるんで、よろしかったら、こちらをクリックしてね、サポート入会をご検討ください。今アメリカアマゾンで稼げる額を基準にサポート費用を出してるんですけど、当然オーストラリアだとね、3倍以上は稼げるだろうと。3倍以上稼げるんだったら今のサポート費用が妥当かどうかというのもあるんでね、次回の募集は値上げしている可能性もあります。それと今回株式会社なんですけど、今現在は個人の方も会社の方もね、担当の方 1,2 名サポート質問する人を増やしても個人サポートと同じ料金でやってます。ただこれもね、サポートの労力とか他の個人会員の方のバランスを考えると、
まあ、法人でサポートする費用が人数が増えればその分料金も上げるのがまあ妥当だろうと思いますんでね、まあ、そちらも、値上げを予定しています。まあ、もちろんすでに、サポートを受けている方については、まあそのまま法人であっても今のサポート費用でね継続しますんで、まあ、そういった意味でも、まあ、この機会に、サポート入会をご検討されてはいかがでしょうか。そんな形でね、まあ、ちょっと望んだ答えとは違うと思うんですけど、まあできるだけ安上がりに情報を得てね、安く商品を提供したいという方は、まあ、正直あんま参入していただかない方がね、市場が崩れなくていいんで、まあお金をかけずに薄利多売でやっていくという方はね、むしろ参入しにくい、市場であってほしいなと。でどうやらこうやら今の段階ではオーストラリア市場ね、まさかこんなところでね、US と違う扱いでつまずく人が続出するとは思わなかったんで、まあ結構今後も参入障壁高い部分が出てくると思います。まあ、それをね、自力で乗り越えられるか、まあ正直厳しいと思うんで、まあ費用を払った分だけの見返りはあると思うんでね、サポート費用、払ってサポートを受けることをご検討ください。以上、転売アカデミー堀秀夫でした。